おはようございます。今回の撮影は僕らのホームフィールド、ふみやこです。ふみやこです。先日、2Days の大会、MBFT っていう大会が行われたんですけど、うん、それで僕はなんとも、2位に生まれて、あきらさんは4位。こう2人してお手伝いに上がれたんで、まあ、それのパターンであったり、こうどういう感じで釣ったかっていうのをちょっとこうお見せできればなと思うん で、 そ、ね、うん、でやっぱりスイマーとかね、あ、これ釣ったもんな。そう、まさにこれで釣れたんで、いや旬やから、ね、旬な釣り、旬な釣りを、旬な釣りをちょっとお見せできればなと思います。俺4位やから、ね。このテンションやけど。よし、やっていこう。はい、やっていきます。お願いします。お願いします。はい。先生、ちょっと、試合、ポイント、同じような感じだった。そうですね。うん。似てるような、似てないような。ちょっと狙い方が、若干違ってます。若干違ったですね。エリアは、エリアはほぼ同じ。ほぼ同じかな。まあ、チャンネルライン沿いで。チャンネルライン沿いの、どこだこれは、おろしも置き赤の置き、まあでも大体こういうチャンネルライン沿いで今多分みんな狙ってるから。そうですね。これも流れが多いし、うん、当たるところで。リードエッジなり。ハスかな、ハス、ハスにボイル、ハスとアユかな、アユと、ちっちゃいやつと、なんか、若谷チックなやつもあるし。若谷チックなやつ。うん、なんか流線形ベイトに対してボイルしてるタイミングも結構多かったですね。まあ試合の時も、まあ、船がね、やっぱ土日って結構多くて、プレッシャーやっぱ日中とかどうしてもかかっちゃったんで、その時にバイト数明らかに差が出たのはこれ、バスエナジー、これをまあイモリッパー70だけどピュッピュッとかけて一応投げる前に水につきます。これで OK、 もうギトギトになってるんでこれちょっとやってみます。お、食うだす、待て、こっちもやってるわ、食うだす、マジでマジで、これは食うてるよ、あ、ボールしてる、ちょっと、お前のさん、これおしゃ、食ってる、おー、でっか、一人、一人ボール小さいけどな、一人ボール小さいけどな、めっちゃ、あ、まあまあでかいっすか、マジで、はい、めっちゃ引くもん、引くもん、引きます、回収で、あ、いやいやいや、お、でかでかでかい、はい、おしょー、おしょー、おしょー、イモリッパー70でまず1本目、動かし方、動かし方はもう今や琵琶湖の定番、ツージャーク5秒ポーズ、あ、5秒な、5秒です、5秒、4秒かな、5秒後にちょんちょん、大丈夫です、その短すぎるのはダメなんや、動かすだけ動かして、そういうことね、え、で、しっかり沈めるよ、糸を、そうです、糸を僕が釣り沈めて、で、その70で、ちっちゃいやん。そうです。9号とかじゃないやん。ちっちゃいです。ってことは、その、それでも20ポンド。やばい、琵琶湖さんがね、でかいんで。あー。あ、これ、はい。だね。いや、これでも、また上がってこんすか。うん、来たね。早ない。あ、パソルパソルパソル。激早すかもしれない。おー、行くた、おっしゃ、おっしゃ、おーい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい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 、はい、スーパークスイマー、今のボイル打ちして一回下がったんですけど、もうルバーパワーでガーもう一回打ってきて、クタス、うん、よっしゃ、やばっ、セルチ、ボールしてるぞ、オッケーです、オッケーです、これはいいサイズだぞ、ねえ、ペガサスと、すくいます、今のメガバイトやったな、メガバイトっすね、ボーよいしょー、いいーよし、まあ、いいんちゃう、でも、メガバイトやったね、表層ボーンってだもんな、ボワーンボーンってな音がすごい、めちゃめちゃおもろい、
スや。最後スイマス。使い方をね。使い方は簡単です。簡単？投げて巻いて止める。なんかただ巻きじゃ食わなくて。巻いて止めるのがなんかどうやら。いやストップ&ゴーですね。ストップ&ゴーです、ね。ステイ時間も結構その早いの？ステイ長くない？ステイは普通です。普通ちょっと一投やっていいですか、うん、本当にまあこう投げて、投げて本当に普通に投げて、うん、ちょっと巻いて止める、うん、巻いて、うん、巻いて、そしたら巻いて止めて止めて巻き出しでゴーって感じ。ああそういうことね。ただ巻きじゃもう一匹も取れなくて、うん、全部、うん、ストップアンドゴーで。速さはそんなに気にしなかったです、うん、今日はアキラさんいい感じに釣れてるんですけど、うん、今日のアクションはどんな感じ？ストップアンドゴー。ちょっとセミちゃんよりもしかしたらセミちゃんちょっと早ゆっくりやん。結構ゆっくりです。俺もうわってめっちゃ早くやってる、うん、その糸をしっかり水につけて、あの浮き出ないようにして止まらないようにして、もう早めにバッと。結構早いですよね。そう早めに止めてるわ。もうでもこれでもあの動きが破綻しないからいいですよね。そう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 、今どんだけ早く巻いても破綻しないから、ね、ちゃんとポロロってなってるんで、うん、おぉマジか。太い。よいしょ。イエー、スーパークスイマーやな。スーパークスイマーの鍋ね。やっぱりね、キーはね、ちょっと光ってる系がいいかもね、うん、確かにベイトフィッシュ系ね。確かに、うん、おぉけどね、やばいね、いい感じだよね。アキラさん、釣れました。これが今のベイトよね。メイン、ボイル、これ多分これ逃げてる、ね、されてるかな、うん、パスカラすっこにパスカラ、まさにもう一緒、一緒完全に一緒です。こんなエリアでだサイズ感的にもね、これぐらいでちょっとだけ一口サイズ、うんうん、それは釣れるっすよね。釣れる。それは釣れるっすよね。これは釣れる。マッチザベイト。でかいな。いや、もちろん。な。専門店の。でもさ、パン屋に買いに行くことがないやん。パン屋行かないっすもんね。な。パン屋に行くような人間もないっすか。まあまあ。おっと。あ、来た？マジで？よいしょー。でかいかな。お、えい。よいしょーい。よし、しイモリッパー70で、2本目今、まあ、はい、まあ、4月頭、まあ、まだ梅雨やけど、梅雨ですね、はい、梅雨が梅雨やけど、今日は晴れてますけど、梅雨半ば、はい、まで流れてるやん。流れてます。何個？何個流れてます。今日が300トン、はい。でこれから8月に向けて、うん、どうなっていく。今はさ、はい、今の琵琶湖を見るとさ、はい、まあ、流れてて流れてて、はい、ベイトも結構入ってきてて、ベイト多いです。ベイト多いで、それで結構表層とかもさ、そうですね、なんか上をこう見てるような気がします。まだこう晴れてても、なんだろう、真夏じゃないから、うん、まだ魚の反応もあるし、ま、それ水温も26度ぐらい、ちょうどいいですね、うん、ちょうど今、ちょうどいいぐらい、あいつら餌食っとる。そうそう、はい、ここからここからどうなっていくと思います？だから的にまず何個なってもらうから、よりもっと魚がさ、そのたあの流れがなくなるから、これ15トンの時から、だから流れがなくなってからもっとこうもっとさ、流れのあるところに、そうそう少なくなるから、あったとこが固まりそうですね。 そうです、そこにズドンと固まったらまた、ね、芋とかこれはいいんじゃないかな、あのあラストマーのダウンショット、ダウンショットとか、うん、で攻めるともっと固まって強いんじゃないかな。ね、ピンスポットで、うん、ピンスポットに強いルアーか。移動距離が少なくて、確かに。そう。それはあるんじゃないかな。まあ、リードも伸びて、うん、そうですね。水当たりのいい何かに固まりそうですね。うん、そうそうそう。手口的には僕も明さんと一緒で、まあ、今でこそ300トン流してるんですけど、うん、やっぱ15トンになったら、うん、水通しのいい沖縄ウィードとか、うん、なんかこう水が当たる地形変化とか、うん、に魚が固まりそうな毎年定番の感じになるんじゃないかなと。ただなんかベイトはやっぱ今年多い気がするんで、うん、ちょっとボイルパターンもちょっと
怪しい気もしつつ、そうね、そんな感じだと思います。楽しみですよね。だからどうなっていくか。だから基本のキーは流れや。流れです。今もそうやけど、夏は。夏は流れだから、やっぱり。いかに涼しいとこ探すか。そうですね。そうさすが、居心地のいいところを探すかがキーになる。なるんじゃないかなって感じで。でもそれは共通やで。ですね。うん、共通で。はい、2人の共通で。流れ。涼しいところですね。そう。そこを探して。水が動いてるところ。ちょっとやってもらったらね。その1本釣れたら、なんかその辺でまだ釣れそうな気もしますし。こんな感じですかね、うん、今後はね、はい、うん、あ、アンジャイですか。お、来てるね。来てるな。お、ポンポン来てる。ポンポン来てる。ポンポンからの、ちょっとトントンしてると、これがね、モジモジしてるね。でも話してるわ、話してる、あ、いた。来たな。どっち、あ、行ってる。よいしょ、ポポン、いやだ、おい、丸飲み、はい、もう一発、ナージョ、あ、やってる、おろー、うわ、もてあ、メニングで、やるおっしゃー、やばい、今の取れたんちゃう、兄ちゃん、おっしゃ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 、スーパークスイマーって言っていいですか。やばいね、セグちゃんね。やばいですね。ちょっと投げようかな、いいか、ね、行きますか。どこに、よっしゃい、飲んでる吸い込んでる、吸い込んでる、しゃーめちゃめちゃ連発やね。お疲れ様でした。ありがとうございました。釣れましたね。釣れたね、今日も釣れましたね、うん、試合のパターン健在という感じでした ね、うん、まだまだめちゃめちゃやっぱおもろいね。おもろいです、うん、見えるし純粋におもろい。楽しかった、うん、やっぱね、スーパークスイマー、うん、今日も様々でしたね。様々でした、本当に。今70も、うん、そう、バイトの冬眠時間はこれで耐えて、うん、で、ボイルはもうこれ、スイマーで間違いない。でまあ、ボイルじゃなくても浮いていっても食うしね。食いましたね、うん、ついてきて、ドーン溜まってくるから、まあ、結構続いてるね、やっぱり続いてますね、うん、まだ続くんじゃないかなっていうのはあるね。あるっすね、間違いない、うん、で、ちょっと厳しくなってきたら、まあ70とかで70とかそこものやってもらって、そこものやって、なんかこう、ガヤガヤしてるときは、うん、スーパークスイマー、うん、やってもらったらこの使い分けで、まだまだ夏、秋行けそう、ね、乗り越えれそうな気がしますね、うん、はい、すごいいい感じに、いい感じに、いい感じでした、今日ホッとしてたの。ホッとしてたやつ。そう、よかった、ホッとしてる。そうっす、すごいホッとしてる。使ってるね、イモの、はい、説明を僕なりの、うん、いただきたいな、はい、と思って。せいちゃんは、まあ、今ね、一応40、60、70、95っていうラインナップがイモ1本あって、はい、でまあ、今、はい、というかもう琵琶湖で使ってる、はい、もうちょっとどのサイズかなって思って、琵琶湖は、うん、70と95、うん、で僕何個をメインにやってるんで、うん、何個リングビアウォーレっていう、あのご飯ですよね、あのもじゃもじゃしたのが入ってるんですけど、うん、そういうエリアでこの95リッパーでやっちゃうと、うん、ちょっとこうまといすぎる、あ、すごい引き抵抗が重すぎて、ね、ちょっと釣りしづらいんですよ、うん、すごいフッキングも悪くなっちゃうんで、うん、そのリングビアウォーレの上にちょっとまあ乗せるイメージじゃないですけど、ちょっとこうより引きやすくするようなイメージで70リッパーで、フッキングもなおかつあげようかなと、一口サイズで吸い込みやすくしてっていうイメージで70を僕は選択してやってます、うん、まあ、タックルって聞いたことない。タックルはもう定番の MH に、うん、エクストラハイギア、うん、
で、LINE のポンド数結構あのお客さんにも聞かれるんですけど、うん、結構まあ軽いじゃないですか、うん、結構軽いんで16ポンドとか14ポンドじゃあかんのって言われるんですけど、なるべく20ポンド。やっぱ琵琶湖の魚でかいんで、うん、で結構この手の釣りって吸い込むことが多くて丸飲みが結構多いじゃないですか。14、16やとがっつり丸飲まれた時にこう上顎に吸ってもうたらやっぱブレイクの確率がすごい上がっちゃうんで、うん、それ防ぐ意味でちょっと投げにくいんですけど20ポンドっていう組み合わせで、僕は何ポンド、僕は、20が僕的にはどのメーカーさんもおすすめかなって感じです。スーパックスイマーを監修したんですけど、大会でケイちゃんが使ってくれて、はい、釣れました、はい、結構釣れましたよ大会で。ちょっとその大会の時の、はい、まあ、使い方、大会の時の使い方、はい、うん、どうだったかなみたいな。大会はホラーから含め全部ストップアンドゴー、もうただ巻きは一切反応がなくて、まあ、ボイルしたとこ、まあ、らへんに投げてもうストップアンドゴー。速さはもう本当に普通に巻いて止める、2秒ぐらい止める、普通に巻いて2秒ぐらい止めるの繰り返し、うん、で魚が下からズドンと突き上げてくる、そんなイメージでした。今日も同じ、今日も一緒でした。今日も一緒やったんですけど、今日は一緒に釣りしてて、なんかアキラさんとその巻きのスピードが違うかったんですよ、うん、これは多分若干その先生さん普通の巻きスピードだったけど、俺はちょっと早巻きバーって巻いて止めるみたいな。結構早かったですね。早め、俺は結構早かったですね、うん、それで反応してくる魚がちょっと違う時もあるから、それは使い分けてもらった方がいいかなっていうのは。アクションはやっぱストッパーの方、ストッパーの方は共通でしたね、特に、はい、うん、でもこれはでも本個何個問わず問わず、うん、はい、ストッパーの方っていうのは絶対基本な使い方やから、ただ巻きかストッパーの方で、2つしかないから、そうですね、うん、逆に2つしかないから、うん、やりやすい、やりやすい、わ、うん、かりやすい、そう、わかりやすい、うん、誰でもできる。そう、じゃあ大会タックル、チェンちゃんどんなタックル、タックルは、うん、ちょっと長めの73の ML にソリッド、うんうん、まあ、バイトを弾きたくないっていう意味のソリッドを乗せつつ、まあ、ボイル地、うん、結構飛距離出したいんで73、うん、結構スピニングにしては長い方かな、で飛距離を稼ぎつつ、ラインは P0.6 に10ポンド、うん、ちょっとこうアンバランスな組み合わせなんですけど、まあ、飛距離重視の 0.65、うん、でウィード何個結構入ってるんで、うん、潜られても、まあ、まあギリギリ引っ張り出せるように10ポンド、うん、でやってました、うん、はい、まあ俺は、アキラさんのタックルセッティングは ?66 の ML。まあでも一緒ね。ML はほぼ。ML 変えるぐらいやってもらったらいいかな。ちょっと強め。うん、ちょっと強め。うん、まあ、あと、ちょっと、先が柔らかめとかの方が投げやすいかな。ああ、なるほど、なるほど。はいはい。で、まあ、書きやすいし。そう。うん。ちょっとショートバイトとかも多いんで、書きやすいよ。確かに確かに。でもあって、で、僕は、ちょっと糸が違って 0.85。お、0.8。に、今日は12ポンド。こう太いですね、やっぱりその潜られるとか結構多いんで、それをリードがだいぶ伸びてくるもんね、一気に引き剥がすためにやってからっていうので12ポンドのリーダー。ケイさんそれリールはハイギア、リールはハイギアです、リールはハイギアです。そこに一緒に俺もハイギアやった、ハイギアの一回、うん、やっぱボイル打ちの回収の時も楽やし、うん、マキスピードとかストップアンドゴムするからこうタッと止めるのがいいかな、方がいいかなって思います。僕もそう感じます、うん、はい、そんな感じで、まあでも今日釣りしてて、はい、まあ、ベイトが結構跳ねてて、跳ねてましたね、うん、いっぱい跳ねてました。ハスこれ結構このサイズ感で、まさにこれとちょっと大きいぐらい、ちょっと大きいぐらい、うん、とかでいたんで、まあ、結構今マッチザベイトぐらい、まさにマッチザベイト、うん、なんで、はい、これが今一番いいんじゃないかな。何個できてますね、はい、来てますね、うん、はい、はい、これ使ってもらいたいねですね、うん、ほんまに簡単、簡単、そして釣れる、釣りはこう、まあ、やってもらえればね、ちょっともうこの、そうですね、2個あれば結構いけるんじゃないかな、こう乗り越えられるんじゃないかな、釣りはこう、ぜひちょっとスーパークスイマーと、はい、イモリパー70ぜひ使ってもらえればなと、見てください、はい、はい、思います、いただきます。